はい、よいたるニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし気に入っていただけましたら、グッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。これまでにもこの漫画やアニメとのコラボ商品の話題、いろいろ共有してきましたけど、今回、日本酒と、漫画がコラボしたという記事が出ていましたので、関連サイトと合わせて紹介していきたいと思います。はい、記事はこちら、河北新報です。吉田戦車シャンラベル飲めるんです。これは漫画にかけてるんですね。日本酒岩手誉れにというのがこんな感じですね。記事になります。岩手名城は地元出身の漫画家吉田戦車さんがラベルを描いた岩手誉れを発売した。第1弾は春バージョンで、今後は季節ごとに味わいやラベルデザイン、ボトルの色を変えて計4種類を展開する。こんな感じですね。春夏秋冬、これが春、吹きの塔ですね。夏は夏野菜、トマトとキュウリですか。秋はこれ鍋物ということでいいんでしょうかね。きのこ鍋なんでしょうね。でこれは冬は、おでんということ、おでんという雪だるまということです。はい、で吉田戦車、岩手誉れと題し、ラベルには独特の脱落感が可愛らしい一角獣なんですかこれ。はあ、一角獣オリジナルキャラクターが登場する。春バージョンは、若菜を感じさせる緑色のボトル。なるほど、これが緑色。とっくりを片手に、吹きの塔を見せて心を躍らす春爛漫の情景が微笑ましい。夏、秋、冬のラベルも風景とともに酒や料理を確かめ様子を温かみある筆で表現している。夏はこの、透明感のある、水色というか薄い青、秋のこの、茶色というか黄土色というか、それこそやっぱキノコのイメージなんでしょうか。冬はこれ氷の青っていうことなんですかね。はい、続きます。特別純米酒岩手誉れは精米歩合 60% で甘口かつさっぱりとしたゴミが特徴。夏は低アルコールですっきりと、秋は、熟味を帯びてまろやかに、冬は絞りたてる豪快な風味を楽しめる。味もそこまで違うんですか。はあ。で、同社が2019年岩手県新酒鑑評会で最高賞の県知事賞に輝き、日本酒事業の吉田さんがツイッターで紹介したのがコラボレーションのきっかけ。知人を通じデザインを依頼した。及川淳也専務は、地域密着の酒造りを大切にしているデザインも中身を地元産ゆるキャラのように親しんでほしいと話す。 720ml 入り1650円、市内の酒店やインターネットサイトで取り扱う。夏は7月、秋は9月、冬は12月に発売予定。連絡先は同社までというふうになってますね。なるほど。はあ、そこまで、同じこう純米してこう、醸造しても結構そこまでこう味が変わるもんなんですね。というか、わざとこう何か変えているのかもしれませんが、それたりちょっと興味があるところです。はい、でこちらですね、岩手名城のこうサイト、こんな感じでありまして、こんな感じですね。なかなかこう落ち着いたサイトなんですが、ぐーっと下に行きますとこんな感じで、こちらですね、コラボレーションの商品作りましたよというのもありますけど、ちょっとこちらページはないんですが、もう少し下の方に行きますとこんな感じで商品紹介。これが春ですね。先ほど話した春、夏、秋、冬と、4種類あります。で春は発売中なんです。ここちょっとクリックしますと分かるんですが、春はですね、こんな感じで発売中、買うことできますよという方、こんな感じなんですね。はい、発売中です。買うことになる。ただ夏は、先ほど言った通り、7月から発売ということで、とりあえず、ボトルだけこう発表したということなんでしょうね。こんな感じで出てます。これこの夏、秋、冬とありまして、こんな感じになってます。ちょっと出ませんか。そんなに重い感じじゃなかったんですけど、とりあえず春はこんな感じで、720ml で1600円、税込みでということです。送料がありますから、2000円ちょっと、3000円はしないと思います。そのぐらいなのかなというふうに思います。はい、で夏ですとこんな感じで、7月発売予定、こんな感じで夏バージョンがあります。とりあえずボトルだけの発売で、7月発売予定ということになってますね。はい、こんな感じ。とりあえず再入荷というか、とりあえず今回が発売、その他にもこんな感じで秋バージョン、冬バージョンもありますよということです。どうなんでしょうかね。で揃ったところでこう4本セットとかそういう発売はないんでしょうか。もしか、例えば 250ml ぐらいの4本セットでこう1年バージョンは、そういうのがあると面白いかなというふうには思うんですけど、それでちょっと考えてほしいなというふうに思います。その他にもこんな感じで、いろんなボトルの販売してますので、こちらも興味あったらどうぞという感じですね。こういう感じになってます。はい、ですのでやっぱり気になるところは、こう先ほどの記事も言った通り、そんなにこう春夏秋冬同じこう何て言うか、特別純米酒のそんなにこう味わいが変わるものなんですかね。もしくはこうちょっと落ち着かせると、こう例えば搾りたてはそんな感じの味わいで、夏秋冬になるとちょっとそういう感じで落ち着くということなんでしょうか。ちょっとその辺りが気になるところです。はい、
こちらですね、最後にこちら、吉田先生さんのこちらツイートで、岩手明治さん、岩手生まれのラベルを書きました。あるが、まじよろしくお願いしますという、こんな感じになってますね。はい。まずはこんな感じで、ファンの方からも、コメントが寄せられています。こんな感じですね。はい。ではこちら、こちらの、今回の技術が関連されている概要欄にリンクを貼っておきますので、興味あるからクリックして読んでいただいて、ぜひ、春バージョン買ってみては、もしくは7月以降の夏、秋、冬バージョンなども買ってみてはいかがでしょうか。はい、では今後もこうした形で聴者などに掲載された良いニュースや楽しみで皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。